下からねふわって食ってくれました。小さいけどね、よくこんなでかいのは食ってくれましたね。おはようございます、釣り子 TV です。本日の動画はこちら。今活のですね、ビッグベイト、レプリケーターシェンロ290ってね、これね結構大きめのビッグベイトなんですけども、先日はね、昼間の釣りなんかで使ったらね結構釣れたよなんていうのがあったんですけども、夜使ってみてもね結構ね反応がいい場面があって、まずはこちらをご覧ください。ちっちゃいな、ふっこサイズだ。よいしょ、はい、レプリケーターシェンロに来ましたよ。これね、今活のちょっと大きめのねビッグベイト、これをちょんちょんちょんって誘ったら下からねふわって食ってくれました。小さいけどね、よくこんなでかいのは食ってくれましたね。で、タックルはこういう感じで、ジーニアスプロジェクトのトライアスに天竜のベイブレーズの組み合わせで、ダン、ね、イエーイ、秋っぽい釣り楽しんでおります。じゃあ、逃がします。イエーイ。はい、というわけで帰ってきました。釣れたサイズはね、そんな大きくはなかったんですけども、こういうね、なんだろう、大きいサイズのルアーにね反応してくれるっていうのがね、何にしろ嬉しいなっていうこと で、改めてなんですけども、こういう感じでね、まあ、290ってね名前がついてるから、全長で言うとね結構長いルアーなんですよね。で、こう後ろに向けてね、多連結のボディがあって、さらにこのテールのところがこんなことになっていて、これがねビランビランね余韻を残した波紋を出してくれたりして、非常にねいいルアーなんですけども、まあ、出しどころとしてはですね、ダウズスイマーとかでねめちゃくちゃ釣れている時ね、ダウズスイマー230っていうサイズ感なんですけども、非常にねあれ動きがいいのか、なんか小さいフッコサイズとかもねよく釣れちゃうんですよね。で、それでもうちょっとダウズスイマーみたいなレンジとか泳ぎで魚が反応してるってのは分かってる、ただもうちょっと大きな魚が狙いたいななんていう時に、サイズアップとしてねこの、シェンロ290っていうね今勝のビッグベイトを投げてみております。今回ね反応して釣り上がったのはねそんなに大きなサイズではなかったんですけども、なんだろう、やはりねこの多連結ボディが効く瞬間っていうのがたまにあって、まあこのね 1,2,3 連結プラスこのテールが柔らか素材っていうこういう感じのがね効くことがあるんです。ガンクラフトからもねなんか多連結ボディの新しいビッグベイトがそろそろ出るみたいな感じでね、いろんな SNS とか動画とかで出てるんで、そんなのも楽しみなんですけども、現行ある中で使っていくとこのレプリケーターであるとか、あとはそうですね、ダウズスイマーとかそこら辺がね使いやすいルアーなんじゃないかなっていうことで、でこれ最初はここにリップがついてるんですけども、海でね潮とかを受けながら使う時ちょっとリップない方がね潮を受け流しやすいななんていうのがあって、自分はここはリップは外してオプションパーツのこうプラスチックを入れてですね埋めてあるっていうそんな感じですね。でウェイトチューン等はこのルアーに関してはしてないですね。重りとか貼ってなくて、表層水面直下でたまにこう上にグリグリって波紋を出すようなそういう動きに反応がいい時に、あレプリケーターかなみたいな感じで使い分けております。この大きなボディとね、あとはこのリアルな感じのカラーが相まって、なんかそのアクションさした後にベターって止めておくとね、止めておくだけでね魚がね湧いてきてバイトしてくれるっていう、そういうシーンもね結構、明るい時間から、まあ今回夜ですけどね、夜なんかも見ているの
ので、まあ、そんな感じでね使っていったらどうかなっていうことで、まあねカラーねもういくつかね試してみたいんですけど、何にしてもこれあんまり売ってないんですよね。あのネットでたまにあの告知が出て、ウェーブ上で買えるっていうのと、あとはね1個あたりがね結構高いんですよね。だからまあ2個も3個もちょっとねあの買えないかなっていうね、そういうちょっと、お高めなルアーなんですが、でも1個を持っておくとね、秋ちょっと一回この白パターンやってみようかななんていう時にねがぜん活躍してくれたりするんで、なんというか昼間から使っていた感じだと、その他にもねいろいろなメーカーのいろいろなビッグベイト投げるんですけど、これじゃないと反応しないなんていう瞬間もねたまに感じたりすることがあるんで、まあ最近ではねちょっとなくてはならないルアーの一つになってきたんですが、お一つねもしチャンスがあったらこれ買ってみて、まあもちろんねブラックバス用のルアーなんでブラックバスのビッグベイティングとかにもいいと思いますし、まあ年一とかでねあのこの白パターンとかもチャーターボートで楽しむんだなんて人はね、これボックスに1個入ってると結構ね面白い釣りができるので、ちょっと夜なんでね動きとかね見づらかったかと思うんですけど、基本的にはこうチョンチョンチョンっていって止めてデッドスティッキングふわーっとしてるとガバーってね、そういう感じの使い方で、常にですねロッドワークを使ってなんかピラッピラッピラッってね小刻みなこうヒラーフラッシングを起こして、で止めてこの290ならではの存在感で食いに至らせるっていう、そういうイメージで使ってみております。まあまあまあそんな感じで、まだね今年ね本当ね、なんだろうこの城の時期が長くてね魚がなかなか抜けないんですよね。まあ、大きな個体はもう抜けて産卵に向かっちゃってるかもしれないんですけども、でもね目視できる範囲ではねまたなんだろう80アップみたいなのがねうわ追いかけてきたなってのはよく見るんで、引き続きこういうねちょっとビッグベイトとかを使ってね、シーズン終わりまで楽しんでみたいと思います。はい、というわけで本日の釣りコー TV はこちら、今勝のですね、巨大なビッグベイト、レプリケーターシェンロ290、これでね、夜のシーマスが釣れたよってこういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。また会おうぜ。